マト牛のふるさと、三重高原牧場マト牛は、奈良県で飼育されている黒毛和種のうち、一定の基準を満たした場合に故障が許される肉牛、およびそのブランド牛肉である。奈良県東部の東山中と呼ばれる地域を中心に、奈良県内で育まれた名牛である。県内にはかつてより、灰原肉、うだ牛の名称も存在するが、2003年、 奈良県大和牛流通推進協議会が設立され、大和牛の銘柄により生産拡大が図られている。生産農家と食肉業者を指定して、牛一頭ごとに、血統から飼料や飼育環境などすべての情報が集積管理され、流通経路が明確にされている。同協議会は定期的に大和牛の品質を競う品評会、大和牛エダニクとも、 勤務会を開催し、品質の維持工場に努めている。山戸牛は血統に加え、資料で全てが決まると称し、柔らかく弾力のある肉質と、小豆色の赤身に刺しが入った霜降りが特徴。地元奈良県内や大阪府の飲食店では、評価を得ているが、流通量が、それほど、多くないので他県産のブランド牛に比べて知名度に、劣り、 今のところ比較的手頃な値段で食べることができる。以下の企画要件を満たした肉牛を生産者と販売業者らで作る大和牛流通推進協議会が認定する。協議会の認定を受けた奈良県内の生産農家で14、ヶ月以上飼育黒毛和種で、月齢30ヶ月以上の未経産目牛、または県内生まれ月齢28ヶ月以上の巨生牛。 奈良県食肉流通センターへ出荷されたものその上で、日本食肉格付け協会の肉質企画さん、東急以上の肉だけに、大和牛証明書チケットが重布され、消費者は生産者や流通経路等の情報を店頭で確認することができる。大和国では古代から牛が飼育されていた。現代のように肉牛、乳牛、 市役牛と明確に品種が分かれていたのではなく、在来の牛が多目的に使われたと考えられる。山和国での牛の飼育に関わる主な資料には以下のようなものがある。ハノデン1号分出土牛系派庭宇田地域では、滝口玄末が、灰原村の市内に畜産設備や競り市場を作るとともに、1886年生肉店とすき焼き専門店を開業し、 地域の食文化を開拓しつつ、畜産業、食肉業発展を図った。1919年の宇田郡畜産組合設立に続き、1923年に灰原常設家畜市場が開設されて、稲助村を中心に和牛の繁殖が盛んになった。1930年頃、稲助村の森本久し作りらが和牛の振興に奔走し、 農耕用の牛を種牛とし、農業主益に供しつつ子牛生産により、利益を図るため、ただし馬牛を導入して、増産に踏み出した。1936年、三方郡村岡市場から購入した、古福号という名牛が極めて有料で、この牛を中心に改良和種、宇田牛、福系統牛、福鶴が育成され、灰原肉、宇田牛の名称で市場で流通した。 知名度を高めた大和の宇田牛の交う生産のため、1940年には宇田郡神戸村に奈良県市畜場が創設され、ピーク時の1942年には2800頭が宇田郡内で飼育されていた。戦後はやや減少したものの、1950年に本系統牛造成組合が組織されて鶴牛の育成と系統保持に努めていたが、 自給飼料を基盤とした畜産には限界があり、また農業の機械化に伴い液牛の必要がなくなったため次第に数が減っていった。直売店に並ぶ大和牛2000年に県内の生産者と食肉関係者が銘柄牛懇談会を立ち上げ、2003年3月20日には奈良県大和牛流通推進協議会が設立されて地元の人に 地元で育てられた歴史ある良質の牛肉を提供したいという関係者の強い思いで大和牛のブランドが確立された。奈良県下の肉牛の70%以上が宇田地域で使用されており、数値については三重高原牧場を中心に生産が図られている。ありがとうございます。